チャンネルをご視聴の皆さん、こんにちは。デッドフリーです。お久しぶりですね。はい、ということでね、時間を削りすぎまして、ついに撮影、そして音声の録音まで、ね、外でやってしまう、閑静な住宅街の中でやってしまうということをやっている手続りですが、今回ご紹介するのは、天才的な、ね、列車に巡り合いましたので、情報量が多くて、そしてまた面白い鉄オタ必見の、全面展望動画となっておりますので、解説入れながらお話ししていきたいなと思います。では今回もよろしくお願いします。そうそう言い忘れていました。手すりチャンネルもうすぐまた関東の動画出します。もうやってきます。3分遅れで来るそうです。もう水色の、あ、これじゃないわ、これか。3分遅れって通常通り運行してんのかな。これは新快速遅れ10分で鶴ヶ谷に参ります。さて、223キロ12両つないでやってきた新快速電車です。ご清掃の方に行って敦賀まで至ります。さて、ここは西明石駅、扉が閉まってこの今乗っている新快速電車が発車していきます。今回の新快速は普通の新快速とは違ってとても面白いものが見えたので、その都度面白い部分を解説していきます。まずは西明石駅を少し遅れて発車。この時だいたい遅延は30分もないぐらい、15分ぐらいですかね、遅れて発車しました。モーター車に乗っていますので心地いいモーター音が響きます。西明石駅をフルノッチで加速していきまして、右側に見える、ちょっと見にくいですね、右側に見えるところが網走総合車両所の宮原署かなの西明石発出所になります。ここでは207系、321系などの、車両の留置というものを行っておりまして、研修についてはよく分かりません。次は明石に止まります。1駅区間約4キロの区間です。さて、すでにこの時列車は100キロを越していました。やはり運転手さんも遅延しているからか、回復運転を心がけて運転していたのか分かりませんが、結構なスピードで走っていることが分かります。いつもはもうちょっと遅いんじゃないかな、まあ、微妙なところですね、一息間なので。さて、右側左側ともに小高い丘の部分を走っていくようになります。明石駅は高架の駅になりますから、このままずっと進んでいくことになりますので、大体高さは一緒かなと思います。さて、間もなく到着放送が流れてきたところで列車は明石駅に停まります。兵庫県明石市一番東の橋の、新快速が停まる駅になります。山陽電鉄線はお乗り換え。新快速電車は基本貨物電車、特急電車と同様に4番乗り場に入線します。4番乗り場、3番乗り場には多数のお客さんがいまして、このように見てもらえればわかるのですが、ロープ柵、昇降式ロープ柵が設置されております。これも貨物電車の通過の際に煽られないようにとか、そういうのもあるんじゃないかなと思っておりますが、12両一番長い編成でこの4番線に入線しました。明石駅です。やっぱり綺麗な減速で停車していきましたね、運転手さんさすがです。さて、ここからが見どころです。こうやって全面展望を撮っていたら、車掌さんですよね、運転手さんがわざわざこちらに向けて毎回毎回駅でお辞儀をしてくださるんですよね。もうこんな神のような運転手さんは他にはいないんじゃないかと思ってしまうぐらいです。そしてドアが閉まって明石駅を発車します。山陽電鉄とはここから並走区間になりまして、神戸の方までバトルが続きます。バトルといってもスピード争いではこの新快速が優位に立ちますね。列車は明石駅を出て右側奥に見えるのが山陽電鉄本線の高架、山陽電鉄線の普通車、須磨方面に行く電車が走っていくのを見ることができますが、右側の電車はすぐ次の駅、どこでしたっけ、一丸前駅ですね、に止まることになりますから、この電車がやはりすぐ抜かしてしまうと、そういうことでございます。ここからは福々線のずーっと長い区間が続きます。これは滋賀県の草津までですね。先ほどの西明石からはこの福々線がずっと続くことになるんですが、ここからが福々線の本番ということで、次は神戸に止まります。朝霧、舞子、垂水、塩屋、須磨海浜公園など、各駅を飛ばして神戸まで一直線で行くということになります。さて、スピードが約100キロを超えてきたかと思う頃、右側にある2本と左側にある2本ですね、こちらが少し分かれてきました。対向車の新快速電車もやってきました。ここからは新快速の醍醐味と言ってもいいでしょう。各駅にもホームにも当たらないように
横をすぐ通過していくということです。ここからは新快速の走る、そして特急の走る、この今走っている線路2本と、右下を走っているですね、快速線、普通線、快速普通電車が、走る部分の2つに、系統が分かれます。そしてその横に山陽電鉄線が走っているわけです。六甲山と、大阪湾、そして海に囲まれた場所になるので、やはりたくさんの路線がここに集まってしまうということは、須磨のあたりでは起きてしまうことなんですよね。新快速は速度をぐんぐんと出していきまして、もう120キロぐらい出しているんじゃないかなというところ、右側に少し見えるのが、舞子のあたりですね。世界一大きな吊り橋と、つい最近まで言われてました明石海峡大橋です。現在ではトルコの場所に、開業した何ですか、橋がありまして、それのおかげでですね、世界第2位ということですが、今でも日本第1位という名は、まだ残っております。さて、そういううちに右側、舞子駅を通過しました。山陽電鉄では舞子公園駅というものがここにはあります。山陽電鉄本線は今走行している左側、北側を走ることになります。ここからはちょっと見にくいですかね。さて、左側に2本の線路が見えてきました。これが見えてくると、もうすぐ垂水駅に、通過するという、目印にもなっております。左側、山陽電鉄本線の線路2本です。今ちょうど右側左側にホームがあるのは、ここが山陽電鉄の舞子、垂水駅と、右側にも垂水駅、山陽垂水駅と垂水駅ですね。さて、奥からやってきたのは地図急行に直通しますホット7000系スーパーハクトになります。このような特急電車もこの今走っている新快速の線路を走ることになります。基本ここは列車線と呼ばれておりまして、貨物電車などが通ることを目的に作られたわけですが、高速で走る新快速、そして特急電車などもここを使用します。さて、しばらく走りまして、左側の山陽電鉄、そして右側に走っている、電車線ですね、快速普通電車などが走る線路が一緒になってきました。左側の山陽電鉄はそのまま左側へ行きます。今上を通過していくこの跨線橋ですね、歩道橋ですかね、これが、国道2号線になります。そして右側に見える青い場所、海ですね、こちらが大阪湾になります。先ほど通過したのが塩谷駅というのですが、今塩谷駅と須磨駅の間を走っておりまして、この塩谷駅須磨駅の間は、カーブの制限があるため、列車は、速度を落とさざるを得ないということで、ここをカーブがあるんですけど、このカーブを鉄道ファンの間ではスマッシュオーカーブというふうにも呼ばれておりまして、ここでは絶景の撮影地、特に夕日などを、見ることができる撮影地として有名になっております。どんなに、時刻が遅れていて加速して早く行かなければいけない時でも、このようにこのカーブのところだけは少しスピードを落として走らないといけないということです。これでも随分早く走っていますがね。左側に走っている、道路ですね、こちらが、国道2号線からのカーブがきつくなってきます。そして奥には神戸の街並みが見えますね、高いビルが見えてくるというところです。向かい側からやってきたのは EF210 型電気機関車の牽引する貨物列車、一両の電気機関車でこんな力強いたくさんの貨物を持つことができます。そして下り線を見てみると、快速電車が走っていられるのが分かります。快速はまあまあ速いですけどね。さて、カーブを抜けて右手の海からちょっと遠ざかったあたり、ここから、須磨駅の近くに入ります。もう右側見えていますが、こちら2面4線を誇る須磨駅、そして通過線が2線あります。この通過線のところを走っていきますね。須磨駅を通過です。特にこの時期の2022年の7月13日に編集してるんですけどね、こういう風に夏になるとたくさんの、観光客のお客様がこの須磨の公園に、海浜公園に遊びに来ていただけるということなんですけども、ここからは神戸市内、特に市街地の方の中に入っていきます。そしてまたもや上を通るこちらのが、国道2号線、あっという間に神戸市の中心部へここからアクセスすることができます。ただいま須磨海浜公園駅を通過しました。右手に普通電車の車両が止まっているのがよくわかります。そしてここから慌ただしくなりますね。右側に見えているたくさんの線路群が、見ることができますが、ここから神戸貨物ターミナルという、場所になります。そしてこの神戸貨物ターミナルの、ちょっと見にくいんですけど、ところには、高取駅という、旅客駅がございます。この神戸貨物ターミナル駅では、貨物の、積み下ろしなどを、行って、例えば海外に出荷するものであったりとか、そういう件はね、多分扱ってるんじゃないかなと思います。詳細は知りません。おっと、右側には EF510 型の電気機関車を見ることができましたね。そして走らせていると右側から列車がやってきました。
こちらの列車は次は新長谷に止まるようですね。先ほど高取を発車した電車のようです。相当な団子運転になっているのがよくわかりますよね。そして右側に1本ありますが、これは和田岬線の方に直通する線路というふうになってきます。ここで行き止まりですね。ですからこの今合流してきたところの右側から2番目ですね、真ん中の線路でした。そしてここで立体交差が行われます。先ほど走っていた普通電車、上り線と下り線というふうに分けられます。今までは電車線、列車線、新快速の走るところと普通電車が走るところというふうに分けられていたんですが、分け方が変わりました。上り方面に向かう線路を2本、下り方面に向かう線路を2本というふうに分けていることになります。ちなみにここで線路が5本あるのは兵庫駅の方に直通っていうか、兵庫駅の方から出てるね、和田岬線の方に改装するための線路が設けてあります。高いビルが見えてきたところで、まもなく前方に見える駅は兵庫駅になります。兵庫駅というふうに兵庫県の兵庫という名前が入っていますが、ここは快速、普通電車のみの停車、新快速は止まりません。この兵庫駅を出るとまもなく神戸駅に止まる合図です。ここから列車は減速してまいります。接近放送が流れ出して、もう英語放送が終わるというところ、前方にすごい急カーブが見えていることがわかります。ちょっとわかりにくいかな、もうちょっと前の方に行かないとわからないかもしれません。ここでだいぶ減速をしました。駅のだいぶ手前なんですけども、ここで減速をして、寝台列車に乗ってもわかるほどのね、ここで制限75と 75km 毎時から走ってくださいねという指令が出されております。信号ももう 45km 以下かな、信号は大丈夫です。解除されてますね。ここですごい急カーブになっていることが分かると思いますが、ここを抜けるためには 45km/h 以下で走るということが定められておりまして、神戸駅進入の際には 45km まで落とさないといけないということになります。昔の寝台列車とか乗ってたらここで起きたんでしょうね、きっと。そしてこの神戸駅にも同様に昇降式のロープ柵が設置されているのが分かります。神戸駅2番線に入線しました。左側に見えている1番線は朝ラッシュ時間帯の快速電車の対比用に使われます。港町、そして偉人の町とも呼ばれるここ神戸駅に停車いたしました。神戸を出ると三宮、芦屋、尼崎、大阪と止まっています。今回は尼崎までですね、乗車してきました。ドア閉まりまして、もう間もなく神戸を発車するというところ。神戸駅を発車した次は元町という通過駅がありまして、その先の三宮まで、列車は走ることになります。神戸市の中心部を突っ切っていくような形になるんですが、列車はそのまま走っていきます。新快速も止まる駅は三宮という駅になります。元町には止まりません。日本一長い福福線と呼ばれるこの JR 神戸線、京都線、琵琶湖線ですが、この辺りは特に列車が多い区間ですよね。もう神戸駅を発車してすぐに三宮駅到着前の合図というものが流れます。それだけ駅の区間が短く、そして案内する長さが長いということになります。軽く説明すると、三宮を出ると芦屋、尼崎、大阪、新大阪、高槻、京都から湖西線の方面に行くという電車になりますね。阪神電車、そして阪急電車、それから地下鉄ですね、そしてポートライナーと呼ばれる新交通システムはお乗り換え。今通過しているのは元町駅です。横浜の元町中華街と同様、ここにも元町の中華街がございます。左側に見えてきた2本の線路、こちらが阪急神戸線になります。正式には多分神戸高速鉄道の線路っていう風に考えた方がいいのかな。三宮駅停車よりだいぶ手前で左側山陽車が止まっていますが、阪急神戸三宮駅です。三宮駅停車前に面白いことが起きましたよ。ぜひとも耳澄ましてください。三宮駅到着前にミュージックホーン、そして警笛が鳴りましたね。まあ、おそらく黄色い線出てちょっと外歩いている方がいたからっていうのもありますし、三宮駅は到着前見通しが悪いので列車が来ていることを知らせるという目的もあると思います。ミュージックホーンを流して入線してきました。この三宮はサンライズ出雲瀬戸と呼ばれる旅客列車、寝台列車がですね、14両編成で止まることもあって、 JR 西日本の最大の12両編成よりも前、2両分前に止まれるようになっております。三宮駅に到着です。おそらく昼間の時間帯全く使わないでしょうね。そう言いながらも左側に阪急電車がやってきましたね。三宮でサンライズ乗ったり降りたりっていうのを聞いたことがあんまりないので、新快速より一足早くなんか列車が発車していますが、ちょっとカメラワークがすごい大変なことになってますね。
本当に運転手さんがここでわざと一礼してくださるのが本当に毎回毎回してくださるんだけど、さすがだなと思いますよね。もし自分が運転手だったらこんな運転手に憧れますが、もう多分無理でしょう。14両編成の停車可能な三宮駅を発車しまして、ここからも少しずつ、新快速としての本領を発揮してくる部分になります。左側には阪急神戸本線、この今走っているところの地下には地下鉄やそして阪神電車が走っております。三宮駅を出てしばらくしたところ、左側には阪急の春日野道駅になります。春日野道も意外とホームが狭いですよね。ここからは福井線の JR 線と左側2線阪急線との並走になります。この阪急線との並走もまあここぐらいまでで、ここからは少しずつ徐々に離れていきまして、神戸市天ヶ崎市のあたりの北の方を通っていくことになります。それでもあんまり離れてないと思いますね。5キロ離れたらいいぐらいです。だいたい時速は120キロぐらい出してるでしょうか。このようにして発車していく、この普通電車を悠々と追い抜かしていきます。遅れていることもあってかすごいスピードで走っておりますね。尋常じゃないぐらいの速さで走っています。ここはマヤ駅でしょうか。先ほど通過したのが灘駅ですから、ここはマヤ駅ということになります。さて今通過していくのが六甲道駅です。 JR 西日本で初めて昇降式労務柵が試験的に導入された駅でもありますね。今でも元気に活動しています。ここからはスラブ軌道の工学館にまた入ります。右側にはなんとですね、トワイライトエクスプレス水風もいられました。すごいですね。このように通過していく列車や、対向列車が非常に面白いというのも今回の動画の目的でもありまして、トワイライトエクスプレスが、通過というか対向車として走っていったのもこの動画を選んだ、僕のまあわけというわけでありますでしょうか。非常に面白かったのでネタにしましたよ。なかなかこんな映像を撮れることないですからね。運転手さんも神がかっていましたし、走っていた列車たちも神がかっていましたね。列車はどんどんホームの横を走っていきます。対向列車の12両編成の電車を見ることができます。こちらは快速ですかね。さてそろそろ減速をしてまいりました。そして接近放送が流れまして、もう間もなく芦屋駅に停まるというところです今回は芦屋駅に停車するんですが、ちょっと早めにブレーキをかかりました。前の信号の方を見てみると、75キロ以下で走ってくださいねという表示がなされております。緑色とオレンジ色の信号です。この先には閉塞感というものがありまして、今度45キロ以下で走ってくださいねという表示がなされております。これに従って運転手さんは速度を徐々に落としていきまして、列車はもう走るということですね。これで列車の安全を守られているわけなんですけども、ちょうど前の方信号を見ると黄色一色、45キロ以下で走ってくださいという現状になっております。運転室内ではキンコンキンコンという音とともに停車してくださいという案内があります。右側の中継信号機は真横赤、停止信号を示しておりまして、この電車も停止してくださいねという案内がなされております。ここから運転者の粘りどころです。なるべく列車を1回停止させてガクンと来てからまた発車させるというのはどうしてもぎこちないものですから、列車は徐々に減速をして徐行して信号が黄色になるのを今かと待ち続けるわけなんですけども、芦屋駅の手前でこんだけ遅くなってしまっています。すごいゆっくりしたスピードで走っていきますが、だいぶブレーキをかけましたね。今前の信号を見ていただくと分かるんですけども、見えるかな、これ赤というふうに表示されていまして、0キロで走ってください、ですから走るなということです。運転手さんだいぶ粘ってますね。この赤信号より手前に止めないといけないですけど、 ATSP と呼ばれる制御装置、保安装置はですね、停止信号より超えそうになったらブレーキを強制的にかける機械ですから、それに引っかからないようにだいぶブレーキをかけて落として走っているわけですが、ズームしてみると芦屋駅に列車が埋まっているということです。そして信号が赤になっておりまして、列車もう止まるかな、まだ粘ります。歩いた方が早いじゃないかっていうぐらいのスピードで走っております。だいぶ粘りますね。ああもうこれで止まってしまうかというところで、まだ粘ります。もうこれ時速1キロにも満たないんじゃないかな。どうなの、
ようやくここで止まりました。で、止まった瞬間にですね、信号が青になっちゃいましたね。これ最悪のタイミングですよ。もう少し粘ればよかったと多分運転手さん思ってるでしょうが、一回停止して車掌さんと、案内というか連絡ブザーで連絡を取り合ってから確認が取れ次第発車するということです。車掌さんから列車が動きます、ご注意くださいという放送がありまして発車します。どうしても列車が一回止まってしまうと発車させるまでお客さんの状況というのが把握っていうんですかね、お客さんに向けてまた発車しますよというのを伝える必要があります。信号は青となっているんですが、この先列車がいまして、それが抜けてしばらく経ったとはいえ、信号機のこの青のラインまでは加速できないですね。この青のラインから制限が解除されまして速度が上がっていくことになります。ですが前方に見えるでしょうか、この電車はこの先の分岐器を右側に分岐することになります。左側に制限 60km/h 以下で走ってくださいねという標識が出ております。60キロ以下で進入しつつ列車を正確に止めるというこの運転手さんの技術は本当に並大抵のものであります。警笛を鳴らされました。さて1番線にこの電車入線しました。12両編成でホームの一番先まで止まります。もうこの時撮影してた自分は本当に大興奮でしたね。やっぱりみんなも釘付けになって見てました、この運転手さんの運転を。僕の他にお子さんが何人かいらっしゃったんですけど、撮影してる左側でね、たくさんの方が見守っておられましたよ。そんだけ運転手さんも愛されてるということでしょうか。わざわざ一礼してくださってる運転手さん、本当に尊敬でございます。列車は発車します。この芦屋駅を入線、そして出発するにあたってはですね、このように見えてると思いますが、わざわざこれポイントを転線しなきゃいけない必要があるんですね。このポイントを渡るにあたって速度制限がかかるため、運行上多少の支障は多分出てるんじゃないかなと思っております。多分60キロ以下じゃないと走れないとか、そんなんがあると思いますよ。ここ次は尼崎に用があったので、尼崎までこの電車で乗っていくことになったのですが、大阪までとか乗りたかったですね。今回残念ながら尼崎までということになります。この運転手さん、おそらく大阪まで運転乗務されるんじゃないかなと思いましたが、さて足を出て最初の通過駅ですね、桜宿川という駅になります。これは名の通り宿川という川をの近くにある駅ですから桜宿川という名前がついているわけですが、阪急の宿川駅がありますから、多分桜って適当につけたんでしょうね。まあ、適当っていうのはちょっとひどいですけど、ちなみに僕の友達は桜宿川で電車を取るのが大好きなそうです。どうでもいい情報ですね。おそらく列車で詰まってたのが解消されたのかどうか分かりませんが、列車はだいたいもう100キロ以上でもう走ることができていますね。信号も青のままです。いくらロープがあるといえ、このホームの横をこんなスピードで通過していくんですから、お客さんもびっくりですよね。次は兵庫県で一番東の駅、尼崎駅に止まります。ここ走っていると右側に普通電車が止まっていましたね。ここで普通電車をまた追い抜くことになりました。今回尼崎まで乗った中で普通電車を何回追い抜かすかというのも気になりますよね。さて大きな川を渡っていきます。こちらは何川でしょうか。芦屋川、芦屋川じゃないな、向こう側とかそういう川かもしれません。向こう側かな、多分。あくまで推測です、調べてるわけではないのでね。こうやって走ってると奥の方に大阪府中心部の様子が少しずつ見えてきます。今日は曇りなのであんまり見えませんが、ちらほら高いビルもこの辺りから出現し始めますね。このように駅を高速通過していくのは気持ちいいものです。運転手さんもドキドキでしょうね。まもなく尼崎駅に到着します。接近放送も流れてきました。すいません、楽譜が変わりましたがちょっと見にくいですね。前にある大きな鉄球が見えると思いますが、あちらは JR 福知山線、 JR 宝塚線とも呼ばれますね。あれが福知山の方、兵庫県の伊丹の方まで行く線路となっております。この大きな鉄橋が綺麗ですね。ここから短波次快速などの快速電車もここから並走する形になります。もう見えてきました、尼崎駅です。尼崎駅は東西線、それから宝塚線に直通している列車もやってきます。普通新三田行きなどもこの辺りで見かけることができますよね。
東西線方面、北新地、鹿島方面はここでもお乗り換えということになります。さて今回はこの尼崎駅まで乗車していきましたが、いかがでしたでしょうか。本当に運転手さんの対応がめちゃくちゃ良かったのと、対向列車が運がすごい良かったのと、本当にね、濃密な時間を味わわせてもらいました。本当に JR 西日本のこの、社員さん、運転手さんにね、感謝ということで、遅延した中でもわざわざこんな走らせてくださってありがとうございました。ということで列車発車していきます。 B 新快速湖西線経由の敦賀行きと書かれておりまして、超ロングランをする列車としても有名ですが、尼崎駅を発車していきます。12両編成の長大編成、今回はいかがでしたでしょうか。 JR 西日本のさまざまな面白い列車を見ることもできたと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。さようなら。